L 級潜水艦はイギリス海軍の紅葉型潜水艦。1917年以降に34隻が製造された。イギリス海軍の E 級潜水艦は全体的に満足のいく性能を発揮したが、第一次世界大戦での戦闘経験を通じて、さらなる改良型潜水艦が建造された。これが L 級潜水艦である。L 級潜水艦以前の潜水艦は、 水上速力の遅さが失望を招いたが、本クラスは、おおむね17キロトンを出すことができた。L 級潜水艦には3つのタイプがあった。第1グループは、L1L8 の8隻で、4 5 7トル、魚雷発射艦を艦首に4機と、船体中央部に2機、装備していた。第二グループの l q l 十三の十九隻は、船体の全長を点三メートル延長し、 5 3 3トル魚雷発射艦4機を艦首に、4 3 3トル魚雷発射艦2機を船体中央に装備した。このうち6隻は後に、船体中央の魚雷発射艦を機雷不設等に、乾装した。第3グループの L52L71 の7隻は5 3 3トル魚雷発射艦6機をすべて艦首に集中装備し、 また 102mm 砲2門が搭載された。発注された34隻の大半は、対戦後に収益したため、戦争に参加する機会は得られず、ほとんどがスクラップにされた。第一次世界大戦中に L10 が戦没し、1919から1920年のバルト海作戦中には、L55 がソ連対戦駆逐艦によって撃沈された。 第二次世界大戦まで稼働していたのは三隻だけであり、これらは訓練艦として使用された。ありがとうございます。